2011年ワールドカップバレーボールは2011年に日本で開催されたバレーボールの国際大会。女子は11月4日から18日、男子は11月20日から12月4日に開催。ロンドン五輪の第一次世界予選を兼ねており、男女とも上位3カ国に五輪出場権が与えられる。出場権は男女とも12カ国に付与。出場国。 出場国大会開催国日本各大陸予選の優勝国各大陸予選の準優勝国のうち FIVB 世界ランキングの上位国 FIVB による推薦国アジアは日本を除いた成績順で判断。日本では例年通り富士テレビジョンと富士ネットワーク系列局が国内向け放送と国際映像の制作、配信代行業務を担うほか 大会運営に深く関与。ただし FIVB の方針変化により、制約が従前より強くなった。その他変更点本大会では、三から二から一ポイント制という勝ち点方式が採用された。第三4セットで決着なら、勝者三点、敗者零点を、第五セットの場合は、勝者二点、敗者一点の勝ち点を与え、最終的に合計勝ち点の多いチームから順位を、 決定。合計価値点が同じ場合は、当該国の勝利総数、セット率、得点率、さらに直接対決などを考慮する。なお1万1、すべてが同じスコアだった場合にはその国同士で順位決定プレイオフを行う。第1ラウンド11月4日の第3試合の前に大会の開会式典が開催された。 第2ラウンド第3ラウンド第4ラウンド第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド第4ラウンドありがとうございます。